はい、どうも皆さんこんにちは。ゆうたです。はい、今日はねこちら見てもらいましょうか。こちらね、僕が6月の中旬の6月19日に採卵しました。ヘラヘラの今年最初のねラインのあの卵ちゃんになるんですけど、だいぶねもう孵化してきて、あ、この子孵化したばっかりだ。見えます？ちょっと頭見えるといいよね。ちょっと見にくいけど、こんな感じで今日孵化してるね、多分これ。この子はもう孵化して 2,3 日経ってるかな。はい、という感じで孵化してきてるんで、またね、この子たちは、まあどうかな、こっから2週間ぐらい経って、まあ、卵が見えなくなってきた頃にはボトルに移そうと思うんで、またね、その動画も撮ろうと思います。はい、ということで、今日はね、こちらですね。今日はこちらですね。はい、今日はね、ここか。はい、この子たち。はい、シャム5本ズのカブトちゃんたちでございます。はい、12月孵化でもうね3例になったも1ヶ月2ヶ月経ってると思うんですけど、まあ約半年ですね。幼虫期間がね、まあ1年以上かかるカブトムシなんで、まあ今日ねマット交換して飼育判別してね、また 800cc のボトルにお引越しという感じでね、今日やっていきたいと思います。販売の方もねさせてもらおうと思ってるんですよ。なんで今日 800cc に移しながら、まあ飼育判別ねしっかりしてお引越しという感じだね。結構ね、今日はまだいないんだけど、もう上に上がってきてね、餌が足りないのかなという感じなんだけど、なんか日常的に上に上がってくるっぽいんだよね、結構。多分、コーカサスとかもなんかそんな感じ強いみたいなんですけど、このシャムちゃんもね、結構上がってきますね。ということでね、8-2 だから10頭ね、交換していきまーす。はい、じゃあ入れるボトルはね、これですね。はい。普通のカブトマットです、今回からは。前回はね、不要系のマットも半分混ぜてるんですけど、今回からは普通のカブトマットだけ。まあ、僕が使ってるのは MD カブトマットですね。販売の方にね、回すってこともありますんで、今日は 800cc ですね、オスもメスも。はい、こんな感じ。意外と糞はないんだね、まだ。よいしょ。で、結構ね、気をつけないとね、お腹かじっちゃうんですよ、自分の。なんで、そこはね、マジで気をつけた方がいい。いつかね、動画で話したと思うんですけど、ちょっとね、あんまり触りすぎると自分のお腹噛んじゃって、切らしちゃうんで、パパッとね、体重と、お腹の感じだけ見ていきましょう。メスっぽいね。よいしょ。26g かな?ちょうどね、3例に入って、まだそんなにね、時間も経ってないんで、非常にね、オスメス判定もしやすい時期になってます。はーい、いってらっしゃーい。ちなみになんだけど、前回3月から3月18日に 5.5g で、今日は7月23日。だから3ヶ月、4ヶ月だね。4ヶ月経ってて、体重は5倍だね。うん。だからすごい成長だね。このタイミングでもう 800cc で、今見てるとね、そんなに食い上がってもないんで、まあ割と成長はゆっくりですね。国産カブトとかだったらもう絶対食い上がっちゃってるもんね、これ4ヶ月で。はい、じゃあ2頭目、前回体重 4.8g。あ、この子も食い上がってはないんだね、まだね。あ、この子はオスだね。ちょっと見えるかな。怒るんでね、ちょっとやめときますけど。本当はね、頭幅測ったりとか、もうサイズ感もね、もうちょっと見たいんですけど、ちょっとね、怪我しちゃうんですよね。自分のお腹噛んじゃうんで。はい、ということで、27.1。おーい、いってらっしゃい。この子はあんまり騒がなかったね。じゃあ3投目。よいしょー。この子も大きいね。この子もオスっぽいかな?この子もオスですね。はい。よいしょ。あー、怖い怖い。24.5。おーい、いってらっしゃーい。はい、じゃあ4投目。3.9g だったからね。おー、でかい。あ、この子もオスっぽいね。オスっぽい感じだね。25.9。はーい、いってらっしゃーい。ちょっとオスが多めかなぁ。はい、折り返し5投目。今日はみんなね、元気にしてるっぽいんで、いい感じだね。にしてもやっぱ全然食い上がってないなぁ。800cc でも、3ヶ月、4ヶ月入ってるんですけど、全然ね、食い上がってる感じしないですね。あ、この子は待望のメスだ。オスのね、点がないですね。メスですね。なんでね、こんな一生懸命ね、飼育判別してるかっていうと、まあ、3例なんでね、オスメス分かるとですね、ペアで欲しい方の元にね、届けることができるので、すごくね、この飼育判別ね、しっかり頑張っております。25.3。まあ、うちにはね、もう40頭ぐらいかな、ちょうど。全部でね、40頭ぐらいいるんで、類代はね、余裕だと思うんで、また3例ペアでね、販売の方もしていきたいと思います。いやー、ほんとね、いっぱい取れたんすよ、ほんとに。はい、6投目。
あ、この子はなんかすごい食べてるな。だいぶマットが減ってますね。糞は目立つほどじゃないんだけどね。よいしょ。上向いてる。めっちゃ怒ってますね、これ。からさまに威嚇しとるもんな。はい。はい、オスですね。この子オスです。ちょっと見にくいかもしれない。点が見えるんだね。はい。何グラムですか？あ、やっぱ27.9 か。大きいな。はい、いってらっしゃーい。で、飼育スケジュール的にはね、この後3ヶ月ぐらい、まあ、2ヶ月から3ヶ月ぐらいで、オスはね、1400cc に移します。メスはね、このままね、もう一回ね、800cc に入ってもらって、多分メスはね、800cc で羽化させようかな、なんて思っております。はーい。みんな7頭目。みんなね、3.9g、4、あら、あら。これは、もしかするかな。ちょっとね、食べた跡がないね、これ。なんか今までと全然違うんだけど。あーマジか。一応ね、ボトルに移せて落ちた子は今んとこ一頭もいないんですけど、このパターンでね、全然ちっちゃくてもまだ生きてるってパターンたまにあるんですけど、あー星になってますね。ちょっと見せないようにしようか。星になってました。はい。気を取り直して8頭目。もう上上がってきちゃってます。結構こんな感じでね、ボトルの上にね、しょっちゅう上がってくるんですよ。だいたいね、10匹見てたら、まあ2、3頭はね、常に上がってる。まあこんな感じです。まあなんか日常的なんでしょうね。なんか、調子が悪いから上がってくるとかじゃなくて、なんかこう上がってくるのがこう日常っぽいです。はい。全然調子もいいし、ほら。この子全然ブリブリだし。全然ね、上手に育っててもたまにこんな感じでね、上に上がってきてることがありますね。てか多いです、すごく。心配最初はしてたんですけど、多分なんか普通日常多分ね。よいしょ。多分オス 25.7。 体重差がね、あんまりまだなくて、オスメスでね、そんな体重変わんないんですよね。なんであんまりそこの辺はね、ちょっと種判別難しいんですけど、まあ、オスのね、生殖期になるべくね、点がね、あるんですけど、マークが。それをね、見てね、基準に、しております。多分大丈夫だと思うんだけどな。結構ね、正解率は高いです。ちなみに、ヘラヘラなんかは、この間でも1匹間違えてましたよね、そういえばね。うん、まあ、間違えることもあるんだけど。はい、じゃあ、今日9投目、6.2、大きかった子だね。ああ、でもこの子もだいぶ、ね、糞は見えてるから、まあ、割と食べてるよねって感じは感じなのか。お、この子はメスですね。全くマークが見当たらん。はい、何グラムですか？ 26.3。 いや、メス見ると安心するな。絶対さっきのオスだったな、つまり。はーい、いってらっしゃい。さっきもだったけど、もしかしてこれ黄色みが強いのはメスかな。もしかしたらなんかそういうのがあるかもしれないですね。はい、じゃあラストですね。本日ラストでーす。あ、つまりこれ大きかった子がメスで、ちっちゃかった子がオスっていう感じか？あ、でもこれは糞がでかい。この子は糞がでかいから、オスかな？でかいな、お前。まあ多分このサイズ感はオスっぽいよね。はい、バッチリオスでした。バッチリオスちゃんでございまーす。いや、怖いんだよね。もう噛もうとすんだよね。顎をね、広げて、お腹の方にね、こうグーって力入れるんですけど。マジで噛まれるんで、28.4、大きいね。本当にね、マジで噛まれるんで、ワイルド F1 だからそうなのかわかんないんですけど、なんかシャムとかそのコーカサスとかって、結構噛んでくるみたいなんでね、ほんとね、マット交換の時は気をつけてください。まあ、ヘラヘラとかでも割と噛んでくる時あるんですけど、そんなもんの比にならんぐらいね、ガンガン噛んできます。なんでね、ちょっとね、ほんとは等幅とか測って、まあちょっとデータとして残しときたいなって思う部分もあるんですけど、ちょっとね、そこまでは触らないようにしてますね。はーい、ラストいってらっしゃい。ということで、今日は10頭交換しましたが、9頭ね、生存という感じでございました。はい、交換完了でございます。一応メスが3頭だね。メス3頭にオスが6頭という感じでございました。なんかこうね、偏るんだよね、いつも。最初の採卵で取れた子はメスがめちゃくちゃ多かったんですけど、2回目と3回目両方オスが多いんだよね。だから前半でメス産んで、後半でオス産むみたいな、そんなこと？まあ、たまたまなんだろうとは思うんですけど。ここがね、しっかり合ってくれると、まあ、販売の方もね、まあ、みんなの手に届きやすいかなと思うんだけど、まあ、ペアでね、まあ、いい感じに、ペア揃えて販売していきたいと思いますので、多分ね、動画が出る頃にはまだ出品されてないかもしれないんですけど、そのうち出ると思いますので、概要欄にね、リンク貼っておきますので、もしよかったらね、覗いてってください。
一応だからね、僕いつもね、オスはこういるじゃないですか。で、大きさ順に並べて、真ん中の3頭を選ぶ感じだね。だから6だから3頭選ぶの難しいんだけど、一番ちっちゃいのと大きいの2頭はうちで残して、この子とこの子残す感じかな。だからこの下の3頭とこの3頭をペアにして出品するという感じで出そうかなと思いますので、ぜひね、よろしくお願いします。ということでね、今日はこの辺で終わりにしておきましょう。またね、シャムゴホンズの兜に関しましては、まだね、幼虫ちゃん、こっちはもうマット交換終わってるやつで、で、もうね、7頭ね、最後の割り出しの子たちもあるので、またね、動画にしていきたいと思いますので、興味ある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いや、1頭落ちてたの、ちょっとだけショックやわ。